第1話っていうものがちゃんと完成されていれば、続くっていうことを無視して度外視して、その1話だけで完成させて短編映画というか。はい、上代です。今日は日曜の夜ぐらいはというドラマについて話をしていきます。日曜日の夜10時という、その新しい枠で始まったドラマみたいなんですけど、清野菜名、岸ゆきの、ぬくもめるという、その3人が、そのメインでやっている、ドラマなんですけど、ちょうどその、今期、今ドラマ見てるやつほとんどないんですよね。しがてらだけ追いかけてるんですけど、それ以外は、基本、春はもうドラマないかなと思って、見てなかったんですよね。で、この日曜の夜ぐらいは来て、これはすごいぞということなんですけど、何がすごいかっていう話なんですけど、ちょっと前にその推しの子の、そのアニメの、レビュー動画出したんですけど、その1話だけでも見てほしいってことで、1話見たらもうその完全にハマって、その2話以降見れるっていうことで、その推しの子っていうのはその90分なんですね、最初の1話が。それがその劇場でその先行公開っていう形がされたりとか、するわけですけど、その最初の90分が最初のプロローグで、本当の始まりが2話以降から始まっていくということなんですけど、推しの子がその映画でそのやってるってことで、映画以上のそのクオリティだったり、その話のその密度だったりとかあるんですよね。もうこの最初1話だけでいい、その2話以降続いていくんだけど、なくてもその1話のもうこれだけでなんか完成されてるっていう、そういうのがなんかいいなと思ってたんですよね。で、この日曜の夜ぐらいはっていうのもまさしくそうで、その最初の1話今のところ2話まで放送されてるんですけど、1話だけでもう終わってもいいんじゃないかなって思うぐらい、すごい完成された1話だったなって思うんですよね。もちろん語られてない部分とかもたくさんあるんですけど、だけどそれは見てる人の想像にお任せしますっていう流れになってるわけですね。で、なってるんですけど、見てる人の想像に任せますっていう風な終わり方をしてるのって、結構なんか変な終わり方してることが結構多いなっていうか、逃げで使ってるなっていうのがあって、それは誠実じゃないなって思ってることが結構あるんですけど、いろんなことを語ってないように見えて、だけど映像の中にはヒントみたいなものがあって、多分こうなんだろうなっていう、限りなく答えに近いものにたどり着くように設計されてるようにも見えてるので、語らないんだけど、ヒントは残してるから想像にお任せしますと言いながら、大体の人は同じような答えにたどり着くんじゃないかっていう、ちゃんと映像の中にはそれらしいアリバイはところどころにあるっていう意味で、すごくよくできたドラマだったなって思うわけですね。推しの子の1話を見た時に、もうこれだけでいいなって思ったっていうのと、その日曜の夜ぐらいはの1話がまさしくそうだったっていうことと、で僕はその春、見るドラマないなと思って、それでこの機会に見たいと思ってたけど、全然見れてなかったドラマとかですね、見ようと思って、それでカルテットと、大豆田十和子と元3人の夫ですね、その坂本雄二脚本のドラマを見たということですね。その6月に怪物って映画が出るんで、それのために見たということもあったりとか、あと逃げるは恥だが役に立つですね、それもみんながすごいって言ってるっていうことで、何がすごいのかとか、そういったものも見ないといけないなと思って見たっていうこともあるんですけど、その中で特にやっぱりその大豆田十和子と3人の元夫ですね、この1話だけで良かったなって、スペシャルドラマ的な感じで、その1話だけで完結されてるような話、TVer で最初の1話だけなんで、多分ずっと見れると思うんですけど、その2話3話とずっと続いていくけど、その2話は多分3話放送されたらもう見れなくなると思うんですけど、その最初の1話はずっと残っていくと思うので、今期7月ぐらいまではですね、見れると思うので、見るといいかなと思うんですね。ストーリーっていうそこは触れないんですけど、一番その清野菜名さんがその主人公なんですけど、それがそのお母さんと同居してるんですけど、お母さんが車椅子で体が不自由で、その仕事にも行けないっていう、ずっと一日中ずっと家にいるっていうような感じがあって、でそれでその清野菜名さんがずっと一人で働いて、なんとかこの2人で生きてるっていうような、貧困だからっていうことでもないし、裕福でもないっていう、そのギリギリなんだけど、ギリギリっていう感じで生きてないっていう、日本人で一番割合が多い人たちなのかなと思うし、でそういった人たちのその生きづらさっていうか、悪く言えばすごく中途半端というか、物語にならないような設定なのかもしれないんだけど、それがすごく今日本にとって一番これをリアルに感じてしまう人たちっていうのが、多分世の中一番割合として多いんだろうなっていう。そこのバランス感覚ですね、そこはすごい良かったなと思うし、そのお母さんはその車椅子で全部お願いねって言ってごめんねっていうのが口癖になってる。でそのごめんねって言われることがすごく嫌になってるっていうのも言葉にしないんですけど、だけど表情だけでそういったものを伝えてくるとか、もう毎日のことだからもはやもう言わなくなってるっていうようなそのリアリティですね。お母さんは悪いと思っているんだけど、だけどそのごめんねって言わないといけないんだけど、毎日言ってるからそのごめんねがもう軽くなってしまってるし、もうごめんねには何の価値もないんだけど、その価値がなくなってしまったごめんねを言うしかないし、それ言われた側もそれ言われてどうすればいいのっていうような状態だったりとか。っていう風に見えるわけですね、1話だけで。2話だったらまたそのごめんねの意味がまた変わってくるんですけど、そのいいですよね。その1話だけで十分すごいっていうことで、そのアルバイト先がそのファミレスなんですけど、その店長から面接の時になんかセクハラ受けて、それをうまいこと動画撮ってて、それで脅しをしてて、でその脅しのその脅迫というか、それがシフトを多く入れろっていう風に言ってるんですね。そのいわゆるそのお金をくれとかそういうことではなくて、シフトに入れてくれっていうこと、それはその仕事しないといけない、自分、そのお母さんが車椅子だからっていうことで、自分が働かないといけないから、よりシフトに入れてもらわないといけないからっていうことで、そういったことを言うっていうことはあるかもしれないんだけど、だけどもう一つやっぱそのお母さんが一日中家にいて、仕事終わってから帰ってきてもお母さんはずっと話し相手が欲しかったから、その帰ってきたらなんか話そうとするんだけど、だけど娘の方はもう仕事から帰ってきててもう疲れてるから、もう話をする体力も残ってないからもう嫌だっていう風な感じで、その邪険に扱うみたいな感じになってたりとかあるわけですね。だから休みがあるっていうことはそのお母さんと一緒にいる時間がイコール増えるっていうことで、気持ち性はちょっと避けたいっていうのがあって、そんなにお金とかがあるわけじゃないから、その仕事がない日にじゃあ一人で出かけるっていうことは、それもまた気が引けるし、でなおかつそのどこかに行くお金とかもないんですね、あんまり。だからそういったこともあんまりできないっていうこともあるから、結局そのとにかく仕事をし続けているっていうことで、気分が紛れるというか、その現実にその直視したくないからっていう、それがずっと仕事漬けになることで、自分のその状況っていうのをこうなんか紛らわせて、なんとか毎日生きてるっていうような感じになってる。そこがすごくいいなっていうふうに思うわけですよね。この本当に第1話だけ見ると、やっぱこの主人公の人生観っていうのはすごい幸福を諦める、その代わりにものすごい絶望もいらないっていうようなそういった生き方をしてるっていうような、もともとはもう求めることすらしなくなっているっていうような、主人公の生き方であるっていうこと、それが今の日本の一番多く割合としているであろうっていう人であるからこそ、その昔だったら一見しても絶対にその主人公になれない脇役キャラでしかないっていうか、むしろドラマとかにはなり得ないような題材でしかなかったかもしれないんだけど、そこにやっぱその今現代はそのやっぱスポットを当てるようになってしまったっていうような、そういったその日本の状況とかもあるなっていうふうにも思うし、そこにその貧困っていうテーマを置いて彼女が苦しんでいくっていう姿ではないっていうことで、そういった状況の中で本当に一筋のその希望みたいなものを見出していくっていうこと、その自分がその諦めているものっていうのにそれでも手を伸ばそうとするっていう方向にその2話以降進んでいくと思うんですけど、幸福に手を伸ばさないっていうことをしている、だからこそその絶望もしたくないっていうような心理状態っていうのがやっぱ今の日本にすごく一番多いんじゃないかっていう、そのリアリティとかっていうのもあるし。とにかく第1話は本当にすごい良かったんですよね。第1話だけで一応完成はされてるんですけど、だけどやっぱりその続いていく話としてはやっぱり希望を見出して、そこに手を伸ばしていく。で手を伸ばしてもいいんだよっていうこと、小さい幸せっていうか、そういったものを掴んでいこうっていうような、そういった話になっていくと思うんですけど、その第2話でその第1話で言っていたことをその全言撤回するっていうような話であったり、あと岸井ゆきのさんとぬくもめるさん、この2人のそのバックボーンをもうちょっと掘り下げていくっていうような、第1話ではこの2人っていうのはそこまで掘り下げなくてもなんとなくわかるよっていうような感じなんだけど、2話以降でさらに深く掘っていって、そういうことだったのかっていうような、そういった風になっていくわけですけど、とにかく何が言いたいかというと、その第1話っていうものがちゃんと完成されていれば、来週どうなるんだみたいな、そのいわゆるそのクリフハンガーっていうような気になって終わるみたいな、そういったものじゃなくて、その第1話が完璧に完成されていれば、それだけでも何て言うかな、もう宿っちゃうんですね。その見てる人の心の中にそのなんかキャラクターが本当に実在するような隣人みたいな、その知り合いみたいな感じでその心の中に残っちゃうから、なんか自然と追いかけたくなるっていうような、そういう風になんかするのがなんかもしかしたら一番いいのかなって思ったんですね。その推しの子もそうだし、あれはその第2話以降どうなっていくのかなっていうよりも、なんか第1話の完成度がすごすぎて見ざるを得ないっていうような状況になったし、第1話をその続くっていうことを無視して度外視して、その1話だけで完成させて短編映画というか、まあ、そういったものにするべきなのかなと思ったんですね。まあ、そういった意味で日曜の夜ぐらいはっていう、この1本の、ドラマ、続いていくんですけど、その第1話だけは本当にすごい良かったなと思います。ということで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。で、この後僕自主制作映画作ってるんですけど、3月15日に公開したラブソングに捧げられた恋人たちネクストチャプターの90秒の予告を流します。で、公開から1ヶ月以上経ってるので、ネタバレ全開の追告ですね。94分の内容なんですけど、それを2分でキュッとまとめてラスト寸前まで描いたものを流します。それを見て興味がある方やお時間ある方はですね、概要欄にリンク貼ってるので見に行っていただければなと思います。ということで終わります。